まだまだ。 チェックメイト。素晴らしい式だ。
大神さんの指揮って神業ですね。チェックメイト。すばチェックメイト。あまたの奇跡の光よ、届け心に。隠れでユミエール。期待しているぞ。はい、
この戦いを。こんなところにずっと閉じ込められているなんて。早く助けに行きましょう。この下水に入らねば、あの扉まではいけないのか。承知した。すみません、グリシーヌさん。お願いします。じゃ、行ってきます。やはり下水などためらいもせずに飛び込んでゆくか。それに引き換え私は貴族たちを助けねばならぬのに、思わずためらってしまった。本当の貴族たる心を知ったつもりではあったが、行動に移せないようではな。なんだ？浅はかな愚民どもには下水の牢がお似合いだ。二度とそこから出られないよう扉を封印してやろう。までの圧力を耐えられ、ゆっくり観察してやるわ。少
所詮は獣か。この程度で勝った気になれるとはな。抜かせ。ならばこれでどうだ。いくら汚れようと心まで汚されない限り、貴族の誇りを捨てない。あの男が私にそれを教えてくれたのだ。真の貴族たる心というものを。だろ、貴様の誰ごとに付き合っている暇などない。泣いて命乞いをしろ。そうすれば他の貴族らと共に下僕として生かしておいてやるわ。よく言った。ならば死ね。余計なこと。遅くなってごめんなさい。大丈夫でしたか、クリシーヌさん。安心して、捕まっていた人たちはみんな逃がしたよ。自分が助けたその女の本性を知る前に。しかし自分から下水に飛び込むのは下水な女だ。貴族らしさなどかけらもない。
ざけるな。貴族ではない貴様に何がわかる。マラオはどちらが本物の貴族か、この蒸気獣マルシュで証明してくれるわ。望むところだ。貴様のその腐った少年、叩き直してくれる。
エリカ、エンジン…あまたなる奇跡の光よ、届け心に。隠れでユミエール。うりゃぶっ飛べ。やるな、やるな。この戦いを やるな。
な。期待しているぞ。おのれ、我が誇りを聞け。剣よ、我が魂に応えよ。我らが前に道は開ける。とどろけ、ブルーダドンバレ。やるな。仏王たる私が前らごときクズどもにやられるとは。この私は絶対に認めんぞ。私だけが貴族なのだ。うわの侍の心、貴族として学ぶところが多い。これからも頼むぞ、隊長。行くぞ。勝利のポーズ決め。何みんなで遊んでるんだい？なるほどね。なかなか考えたね、ムシュー。みんな、これは遊びじゃないよ。チームワークの強化メニューだ。しっかりしなよ。
一郎あったまいい。私は最初から分かっていた。分かってたんですか？なら教えてくれたらいいのに。冗談。続きをやるぞ。エリカ、コクリコ、二人同時にかかってこい。あのグリシーヌが冗談を言うとはね。こりゃしてやられたよ。隊長も一緒にどうだ。チームワークの訓練ならば共にやるべきだろ。ならば勝負だ。手加減はせんぞ。懲役千年の大悪党とか狩りの悪魔とか言われてきたこの私に、何、平和のために働けだ。次回桜大戦3、泥棒はバラの代わり、愛の御旗のもと、ジョークを聞く気はない。いい月だ。ここがレイムの屋敷か。さて、楽しいね。
Thank you.
Thank you.
ロベリエを投獄するためだけに作られた特別牢獄。地下15メートルまで掘り下げ、石壁の周りを特殊合金で覆ってやる。へえ、すごいんですね。よくわかりませんけど。だが、これでも安心はできん。あの女なら脱獄しかねんからな。さて、ここから先は君たちだけで行くんだ。ただし命の保証はせんからな。この先にロベリアがいるのか。これがロベリア。怪我をしてますよ。悪人だけどちょっとかわいそう。確かにひどいな。君がロベリア・カルリーニだな。動くなよ。動けばこの女を殺すよ。どうした？高速機が抜けたという信号が入ったが。なんてことだ。だからあれほど気をつけろと言っただろうが。所長、いいところに来たね。刑務所の全ての鍵を開けてもらおうか。さもないと。
黙れ。何なんだお前は。ジョークを聞く気はないよ。そこまで自信を持って言えるとはね。答えは飲んだ。私は私のためにだけ力を使う。このパリがどうなろうと知ったこっちゃないさ。隊長、こいつは話の通じる相手ではない。説得しても無駄だ。まだ諦めてはいけません。大神さん、ここは私に任せてください。ロベリアさん、私は今幸せです。はあ？私は神に仕えるシスター。あなたのような極悪人を救うことこそ最高の喜び。たまりな。心臓をひとつきにするよ。神は申されました。右の頬を叩かれたら左の頬も差し出せと。私も左の心臓を刺されたら喜んで右の心臓も差し出しましょう。お前私を舐めてるな。心臓は左にしかないだろうが。そういう考え方もありますね。ロベリアさん、あなたは極悪人ではありません。本当は優しい真人間なんです。バカなことを言うな。私のどこを見てそんな寝ぼけたことを。あ、話は変わりますが、ロベリアさんのどこが真人間かと言いますとね。話が変わってないだろう。うん、ロベリアを捕まえろ。絶対に逃がすな。
わかった。うん。しまった。エリカ、大丈夫？痛いところはない？はい、大丈夫です。だってロベリアさんはいい人なんですもの。貴様にはその格好がお似合いだ。答えは飲んだ。あんたしつこいよ。うん。ちょっと待ってください。ロベリアさん、怪我をしていますね。じっとしていてください。お前。終わりました。皆さん、お待たせしました。こんなやつ、直してあげなくてもいいのに。困っている人は放っておけないですから。お人よしもいいが、これからは相手を選べ。殺されかけたのだぞ。
ずいぶんと夜が静かになったわ。ロベリアとかいう小悪党が捕まったからかしら。まあいいわ。私は自分の芸術を完成させるだけだから。この絵、何かが足りないの。こうかしら。もう少し咲いた方が綺麗になりそう。美しくなった。ではサインをしないと。